競馬、中村ピーと堀井翼の喧嘩がやばい。堀井翼、得意技はラッキーパンチ。フラッシュバックと命名したメンチ切りや記者会見での乱闘騒ぎ、独特な公開練習を行ったり、まあ先行型の選手ですが、クラッシュ142の前日記者会見で、以前から不仲と噂されていた K1 プロデューサーの中村 P に、必要な攻撃を繰り返して最終的に。いや、あまりにも俺にビビっちゃって、来なかったのかなと思ったんだけど、その辺は違うんですか？まあ、いちいち突っかかってくんなよ、ほんとよ。おい。もういいか、試合しろよ、明日。とブチギレを食らいました。本当はこの二人仲良しだと信じていますが、ブレイキングダウンで二人の対戦が見たいです。